リーダー先頭だね。この状況なら敵です。これでどうだ。決めてやる。状況を解析して、この一手で行くぞ。アルテミシア、切れちゃいそう。カリちゃんも切れて、やけを起こしちゃダメ。敵の挑発でやけになっちゃってる。使わせてもらいます。急所をつく。決めてやる。この場面なら、急ぐ。視野が短所です。ここは来い。やってみせます。アテナ、発動。攻め時か。行くぞ、アルテミシア。リーダーが興奮してる。やけにならないで。ここの状況なら決めてやる。習得しました。よし、
道は強力ですが、こちらだって負けていません。あ、珍しい。やったな。ありがとう。油断はできない。慎重にな。シャドウがいるな。フロアの外見や構造、一向に法則性が見つかっ。階段だ。物資を置いておけばここで拾ったり、まあ難しいか。持ってきた方が早いかもね。探すの大変そうだし。扉があるぞ。どうするかは任せる。やります。戦闘開始だ。ここは来い。放つぞ。これでどうだ。この場面なら来て、セルトラ。召喚の時です。ペルソナ発動。どうする。いや、はあ、ペルソナ。この状況なら時間だ。覚悟はいいな。いや、執行完了だ。やらなきゃ。負けない。どうする。来い。攻め時か。決めてやる。痛いってな。甘いな。引き金を。この状況は当てだ。いいぞアイリス。必殺です。発射。一撃必殺。
の勝利です。ペルソナの新しい力です。お疲れ様です。やります。行きます。攻め時か。行くぞ、アルテミシア。この気をセラミスル先輩、急所をつく。これでどうだ。行こう。
召喚の時です。ペルソナ。皆さんの勝利です。でしょうか。お疲れ様でした。お疲れ様です。あの箱は…敵です。どうしましょう。宝箱か。宝箱ですね。ねえ、あいつ…他のと違くない？リーダー急所をつくペルソナ油断一歩です大変何とか立て直して覚悟してやねキリジョン先輩この場面まだ動けないです来てペルソナありがとう。どうする？ランダ！私、負けません。召喚の時です。これが私の役目。困難です。まちゃん、私はみんなを守りたいから。キリジョン先輩、次まだ動けないです。インセス。ありがとうございます。反転してて動けません。ここはペルソナ。やってみせます。ペルソナ。攻め時か。これでどうだ。攻撃開始。金を負けない助かりましたはあ、ジャック・フロスト外した乱射転換
く。ペルソナ。状況はこれが私の役目。放つぞアルテミシア。回避成功。やばいかも。カリちゃん大丈夫？カリちゃんの体力が今なら回復できますか？どうする、ペルソナ。討伐終了。お疲れ様でした。
する。ランダム。ライズ、いい超人撃破です。ここはジャック・フロスト。決断の時です。アテナ。アイミス、防御力が落ちてるよ。決めてやる。この一手で行くぞ。アルテミシア。この場面なら一足ペルソナ。
されてる。どうする？敵味方の区別が。ペルソナ。予想通りです。アイニスが攻撃を回避。裁きの時間だ。覚悟はいいな。いやスコー完了だ。アイニスが魅了されてる。やらなきゃ。敵味方の区別が。ペルソナ助かりました。ありがとう。完全自動制御に入ります。全開。ペルソナ
急所をつく。これでどうだ。コンペル的なやつやらなきゃ。狙い目ですよ。来て見せて。うまいぞ、アリス。必殺です。燃え尽きたです。どうする？来い。私の力が必ずあなたの助けになると信じています。あの、ごきげんよう。依頼を受けて成果のご報告を。残念です。それでは。お疲れ様です。
ねえ、声がすると思ったら、君の声は大きくて甲高くて耳たまりだからすぐにわかる。不毛な言い争いはやめにしよう。あいにく学生諸君ほど暇じゃないのでね。息子が振り込んでた金、塾の月謝なんだ。返してくれないか。もうこれっきりにしたい。今までのことは水に流す。頼む。この通り。あのね、パーズ、なんか勘違いしてるようだけど、市民とこの子ね、塾行くの嫌なんだって。それで公園に一人で体育座りしてたから、助けてあげたんでしょうが、こっちとら感謝してもらいたいくらいだよね。キャリもそう思ってるって。どうしたんだい、今日は伊勢がいいね。いつもみたいに騒いでみなよ。エマージェンシーとかなんとかさ。チミチミチミは何も分かってないね。だから自分の子供の気持ちも分からない。今の僕にはね、 SP がいるんだよ。このキャリがね。水に流してあげるのはこっち。どうせチミは僕らの聖域には来れないし、うちの弟みたいに死んだ人や生きててもダメダメな人は聖域に来れない。話をしているだけで頭が痛くなる。うちの子知ってるだろう。小学生だが君よりは分別があるよ。同情するね、君の親御さんに。こんな出来の悪いエセ宗教に走るような息子を持ってさ。今なんて言った。チミもか。え、チミもなんかだ。おい、チミも僕が死んでればよかったって。双子なのに似てないから、弟の方が可愛くて素敵がいいから。やめた。こいつ、これ以上交渉の余地はなさそうだな。そっちがその気なら、こちらにも考えがある。そこの君、そいつに付き合ってるとうちの子みたいに騙されることになるよ。うちの子にも言ってることだが、友達は選んだ方がいい。失礼する。おとと行きやがれ。あ、いや、もう来なくていいから。僕ら二人でやったんだ。チミがいてくれれば僕に怖いものはない。お腹減ってたの思い出した。行くよ、僕餓死寸前。